三章。三章とは、一般には、各業界における三種類の章の総称を指す。ここで記述する三章は、大相撲の本場所において、横綱、大関以外の成績優秀な幕内力士に贈られる三種類の章の総称でる。戦後、大相撲の人気回復策の一つとして考案され、1947年、昭和22年11月場所から実施された。 主君賞、関東賞、技能賞の三つが当初ら制定された。第一号の受賞者は、主君、で和銀、ただお、関東、輝きのぼり勝彦、技能、増井山大志郎である。当初は各賞一名ずつが原則であったが、1949年10月場所に、鏡里が主君、関東の両賞を受賞、1957年10月場所には初めて、 技能賞に該当者なしが出現。さらに1971年11月場所には、関東賞が和島、藤桜の二人受賞。1973年7月場所には大樹が全賞受賞と、受賞の要体は時代に沿って変化を見せている。3賞の選考は、千秋楽の幕打ち取り組み前に、通例午後1時から記者クラブで行われ、 日本相撲協会の審判委員と記者らの投票で決定する。以前には14日目の取り組み前に参照選考予備会が行われ参照候補を挙げていた。受賞には勝ち越しが絶対条件であり、その上で何より取り組み内容が審査される。勝ち星数の優劣は二次的な評価に止まるため、八勝七敗で受賞した力士も多数存在する。一方、 近年は10勝しても受賞できないケースが多い。黒姫さんは白星数を評価しない3勝選考基準を見直すべきだと意見しており、3勝に見合うだけの活躍力士3人を先に決定してからその後に、主君賞、関東賞、技能賞のそれぞれの賞に当てはめるやり方にすべきではと話していた。二桁勝利を挙げた新入幕力士は1975年。 11月場所の青葉山以降必ず3章を受賞してきたが、2007年から2011年にかけては10章では受賞できず、11章以上が条件とされることが多くなっていた。なお解禁は条件として規定されていないが、過去に途中休場力士の受賞例はない。2015年3月場所では勝ち越し後途中休場で8章3敗、4級の網二式が、 技能賞の候補に上がったが、投票の末見送られ、この場所は技能賞なしとなった。選考に際し、選集落の取り組みに勝った場合などの条件付きになることもある。特に前述の勝ち越しが絶対条件により、参照受賞候補者の選集落の取り組み前の成績が7勝7敗の場合は必ず、勝て受賞という条件付けとなる。また、 参照受賞候補者同士の対戦が先週楽に組まれている場合には、両者とも勝てば受賞という条件付けとして実質的な参照決定戦という形となったこともある。現在の賞金額は各賞それぞれ200万円である。一人が複数の参照を受賞、口実した場合は、ダブル受賞であれば400万円、トリプル受賞であれば600万円が支給される。 また、一つの賞に、複数の人員が選ばれることもあるが、この場合も、各個人それぞれに200万円が支給される。かつては、巡業においても稽古報奨金としての参照制度が存在しており、実際に1995年春巡業から、巡業参照が設けられた。関脇以下の力士を対象に最優秀賞、30万円、聖金賞、20万円努力、 10万円が規定されていたが、1997年夏巡業からは優秀賞のみに改定され、1999年春巡業からは企業がスポンサーとなり、2001年冬巡業を最後に廃止された。なお、これから派生して他の大会でも主君、関東、技能の参照を設けることがある。例えば全日本プロレスの世界最強タッグ決定リーグ戦。 日刊スポーツ新聞社制定、競輪年間参照など、優勝した力士や横綱から白星を挙げた力士に与えられる。仮に優勝した力士が14勝1敗の成績だった場所では、優勝力士に唯一の土をつけた力士が評価されて受賞対象となることもある。例として、二千八年五月場所で、大関、こと欧州が十四勝一敗で、 初優勝を果たしたが、そのこと欧州に唯一の黒星をつけた網シキが、君章を受賞している。2009年から2013年頃にかけては、朝青流、白鵬と強い横綱の活躍が続いていたことから、金星を獲得できる力士が少ないこと、金星を得ることができても勝ち越しを収められるまでには、 至らないこと、横綱と大関との力の差が開いて、大関に勝った星の価値が下がっていることなどから、該当者なしの場所が多くなっていた。2009年は、史上初めて年6場所を通じて該当者が出なかった。また、関脇以下の力士が優勝した場合にも受賞することがある。関東精神あふれる相撲を展開した力士に与えられる。 関東精神の定義は広く解釈されていて、主君賞にも、技能賞にも該当させ、憎い好成績を上げた力士、例えば関脇以下での優勝や、優勝同点、そうでなくても最終盤まで優勝争いに絡んだ場合、新進力士やベテラン力士に対する奨励の意味で与えられることもある。三賞の中でも最も幅広く受賞者が出ていて、2000年、 1>, 1月場所から7月場所まで実に4場所連続で複数人受賞者が出る状況にあった。優れた技能を発揮した力士に与えられる。決まり手の数が豊富なだけでなく、より、押し、投げ、立ち合いなどの基本の方に忠実である力士に与えられることもあり、そのため同じ力士が何度も受賞する場合が多い。ガブリ一辺の取り口で知られたラゼはただ1回とは、いえ、ガブリも、 技術の一つであると一芸が認められる形で技能賞を獲得している。その一方でサーカス相撲で知られた都知赤上のように優れた技能を持っていながら相撲の基本がおろそかであるとし一度も受賞していない例もある。この賞を与えられることは幕内で個性派として認知される証だと考えられており受賞を願望して切磋する力士が多い。 2013年1月場所から2016年3月場所にかけて受賞が極端に少なくなってり、この間の20場所でわずか5度4人のみであった。1場所で主勲賞、関東賞、技能賞のすべてを受賞した力士は、これまでに大樹、大西木、高花田、出島、琴美月の5人がいる。このうち高花田と出島は同時に幕内優勝も果たしている。 ことみつきはトリプル受賞の翌年の2001年9月場所に幕内優勝を経験しているが、この時は主君賞と技能賞のダブル受賞にとどまった。三賞トリプル受賞は、その場所に三賞を受賞した力士が一人だけとなった場合は三賞独占とも言われる。選考の傾向としては、一つの賞ごとに独立して力士を選ぶというより、 他の受賞力士との兼ね合いから決まることも多い。例えば最も活躍した A と時点の B がいた場合、1章ごとに選ぶと全部 A が受賞してしまう。可能性が濃いが、全体のバランスを考慮して、関東賞だけは B を選ぶということである。このため、よほどの大活躍をしない限りトリップル受賞は難しい。1969年7月場所に、 大関の地位で2場所を連続で負け越した場合、関分けへ降格する。しかし降格した直後場所で、関分けの地位で10勝以上の勝ち星を挙げれば、特例として、大関に復帰できるという現行の制度ができて以降、大関を陥落した力士が3勝を受賞した記録は、以下の通りである。なお、降格直後場所に、関分けで3勝を受賞した力士は、10勝以上して、 大関特例復帰に成功した後例、三重の海、高野波、無双山と、土地あずまは二度復帰も含めて、まだ出ていない。2018年9月場所において、1947年、11月場所での制度制定以来初めて全三章の受賞が見送られる、すべて該当者なしの初の事例となった。関東章候補に、竜蓮、高啓章、技能章候補には、 吉シの名前が挙がったものの、先行委員の過半数の賛成が得られなかったことによる。この場所は3横綱3大関が全員解禁し9勝以上、関脇、小結も玉足を除いた全員は、勝ち越しのハイレベルな成績で、関脇以下の最高成績は吉シの11勝にとどまっている。またそれ以前にも、以下の事例であわや全3勝該当者なしになりかけていた。 いずれも、候補力士が、千秋楽の取り組みで勝利し、全3勝該当者なしは、免れている。1994年11月場所は、千秋楽の幕内取り組み前の時点で3勝受賞が、決定した力士が一人もいない事態となり、この場所最入幕の波の花が、千秋楽の取り組みで勝利し受賞すれば、関東賞という条件付きだった。また、 2013年3月場所は、千秋楽の幕内取り組み前の時点で3勝受賞が、決定した力士が一人もいない事態となり、この場所、白鵬の優勝が決定する13日目まで、優勝争いに絡んだ沖の海が、千秋楽の取り組み勝利し11勝すれば、関東省、横綱、春馬富士を破った、金星の他にに大関を破った銀星が評価された、豊ノ島が、 千秋楽の取り組みで勝利し勝ち越せば主勲賞という条件付きだった。結果沖の海は勝って受賞し、豊ノ島は負けて逃した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。